ヘイズ。ヘイズとは、現代の気象用語としては、乾いた微粒子の浮遊により、視界が悪くなる縁無を意味する英語だが、伝統的には微粒子により、視界が悪くなる、現象全般を言う。分野により、以下のような用法がある。なお、東南アジアにおいて、越境汚染として、問題となっている縁無について、日本語文献では、ヘイズと呼ぶ場合があるため、 この項目で解説する。インドネシアを中心とする東南アジアでは、熱帯雨林の火災やデータン火災の煙が大規模な、煙務となって、周辺国にまで広がる越境大気汚染問題が1980年代から発生し、年々深刻化している。最も古い越境汚染の例として、1972年にインドネシアの森林火災の煙が、 近隣のシンガポールに達した例がある。その後、1980年代にも何度か越境汚染は発生した。1997年には1000万ヘクタール近くの大規模な火災とエルニーニョ現象に伴う乾燥が原因となって過去最大規模の煙霧が発生。インドネシア、ブルネー、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの6カ国に影響が及んだ。 その後も2006年、2013年、2015年にも大規模な煙郡が越境汚染を引き起こしている。煙の中には微小粒子状物質である PM2.5 や PM10SO2NO2COO3 などの有害物質を含む。中でも粒子の細かい PM2.5 による健康被害の影響が大きく、周辺国の間では広く問題視されている。 インドネシアのスマトラ島やカリマンタン島などにおけるプランテーションでの野焼きや森林火災など、これにより発生した煙がモンスーンの風に乗って周辺国にわたる。人為的な着火による処理の対象としては、パームやシ死エンや静止用パルプ材の植林地などでの残砂が主である。インドネシアにおける大手パーム油企業に対する野焼き、規制は強化されているが、 2015年現在、平図そのものに改善の兆しが見られないのが実情である。プランテーションに関連する土地保有、貧困、人口増加問題、移民問題などが挙げられる。これは人口増加に伴う農地確保の中で、焼き綿が最も経済的な開発方法となっている背景もある人手をけたばす再活動が不要であり、 炎症後の肺は農作物の栄養となることが主な理由。また、政府の規制が及ばない背景として、インドネシアは伝統的に地方政府が強く、中央政府とのコミュニケーションや政策の導入に障壁があり、結果として遠隔地へのガバナンスの脆弱性をもたらしている。また、気象条件としては、東南アジア地域の寒気における湿度や降雨量が影響し、 短期的にはエルニーニョ現象、長期的には気候変動が背景にあるとされる。上述の原因により発生した灰や煙がシンガポールやマレーシアなど周辺諸国に流れることにより塩害の影響を及ぼしている。街中は濃いもやがかかったようになり視界が悪くなり独特の焦げたような匂いが充満する。2013年、2015年には WTO やシンガポール政府が定める基準値を大幅に超える傾向が見られた。ヘイズは人体に対して深刻な被害を及ぼす危険性がある。目、鼻、喉などの粘膜や皮膚のかゆみ、気管から肺などの呼吸器系や循環器系への健康被害が報告されている。特に喘息や心臓疾患がある場合は注意が必要であると外務省 現地日本大使館から案内されている。2015年にはインドネシアなどで子供を含む21人の死亡が確認されている。ヘイズの原因となる野焼き、森林火災そのものがもたらす CO2 排出量により深刻な影響を与える。世界環境研究所内の調査によりインドネシアの火災によって排出される1日あたりの 温室効果ガスの量が米国全土における活動によって排出される量を超えるという日が続いたことが反した。2015年はニュージャージー州の面積に匹敵する2.100万ヘクタールの大規模な森林火災があった。ヘイズは近隣諸国であるシンガポール、マレーシア、ブルネイなどにおいてホテルなどの観光業や外食産業などに打撃を与える。 1997年にはヘイズが約3ヶ月続いたことにより、航空機の運航停止、医療費、商業活動への打撃など、総被害額は当時90億ドルに達したと推定されている。その他イベントやアトラクションへの入場参加者の減少、医療費の増加などが発生する。これにより、一部のエコノミストはヘイズの機関によって、 シンガポールの GDP を0.1から0.4%押し下げると見積もった。また主要な交通インフラでも視界を確保して安全な移動を行う上で大きな影響を与える。船舶ではマラッカ海峡など主要なシーレーンで速度を落として運航する必要がある。航空でも2015年9月キャンセルなどが相次ぎカルーダインドネシア航空は ヘイズの被害がある地域などへのフライト計449便を欠航した。これらの影響で約90億米ドルの被害額が算出されている。例年インドネシアが寒気に入る9月前後に発生することが多く、2013年6月には大気汚染指数 PSI で危険レベルの400を超え、シンガポール観測史上最悪の記録に達した。シンガポールの環境省では、 ホームページやアプリなどで毎時間エリアごとに PSI 値を公表している。なお、マレーシアでは API 値エアーポリューションインデックスという大気汚染指数が使われている。シンガポールでは2014年から PM2.5 が PSI 指標の中に含み入れられた。専門家の中にはより健康被害の危険度が高い PM2.5 の単独指標を PSI よりも重視して対策の参考にするべきであるという意見もある。一般に、ヘイズが悪化しているときは、不要不急な屋外活動を極力控えることが進められる。その上で、こまめな水分補給、手洗い、うがい、シャワー、N95 マスクの着用、禁煙、加湿器及び空気清浄機の使用などが求められ、必要に応じて、 医療機関を受診して処方薬を受けることが推奨されている。ベスト電機はシンガポールで9月の空気清浄機の売り上げ台数が前年同月比で3倍に跳ね上がったという。なお、毎年同じ時期に域内で需要が集中するにもかかわらず、シャープはプラズマクラスターの空気清浄機や交換フィルターなどを品切れにより供給できていない。 東南アジア諸国連合に加盟する10カ国は2002年にを締結2003年発行し国家間の情報提供や防止策を取り決めた。ただ、ヘイズの最大排出国であるインドネシアは長らく条約を批准せず2015年1月にようやく批准した。条約ではヘイズ汚染の原因となる行動に対する罰金などを定めている。 しかしながらインドネシア関連企業には是正の動きはなく2015年も PSI の値は変わらず高い水準で事態に改善は見られかった。またシンガポールやマレーシアはインドネシア政府に消化など実効的な支援活動を申し出たがインドネシアのシティヌルバや環境、林業省からはインドネシア独自に対処できる。支援は必要ないなどとして数回断られている。 このように、平ズ対策に対して協力的でない、インドネシア政府に対しては、アセアンをはじめ各国から早期の改善実行が求められている。2015年10月、インドネシアはようやく方針転換し、シンガポールからの支援を受けると表明、同国からの人工降雨とヘリコプターによる放水作業を受け入れることを承諾した。同時期に、 マレーシア政府も消火用に、ボンバルディア製 CL415 を飛行させた。また、オーストラリアもロッキード製 L100 を送る予定。ロシアもこれに続く形で BE-200ES 機による消火活動に支援を送り、他国籍で消火活動に取り組む形となった。シンガポール環境評議会 SEC は不買運動の一環として、 小売業界に紙製品のプランテーション企業であるアジアパルプペーパー APP など、経護者からの製品を扱わないよう要した。これらのメーカーから仕入れた製品や原材料を使わない宣誓書を提出しなければ、環境認証マークを外すと宣告している。これにより、国内スーパーマーケット最大手のチョックフェアプライ、シェンション、プライムスーパーマーケットは、 APP 社製品を陳列棚から外した。また小売店のガーディアン、セブンイレブン、ジャイアントなどを展開するデアリーファームは APP 製の在庫補充を停止した。扱い停止による損害は数百万ドルと見込まれる。こうした紙、パルプ企業からの調達を自粛する企業をヘイズフリーと称してシンガポール政府はウェブ上でリストを公表している。また、 シンガポール銀行協会も責任ある融資の指針をまとめ近く発表する DBS、お美市、ユアブ銀行などが検討中であるヘイズ原因企業を融資面で礼遇するなど圧力をかける内容になる見通しインドネシア政府はプランテーション企業300社以上を調査し83人を逮捕したと公表している2015年9月 シンガポールで PSI 値が全国的に危険レベルとされる300を超え、同国教育省の判断により日本人学校を含む小中学校が急遽休校となった。また労働省も雇用者に対してガイドラインを発表しており、ヘイズに関する積極的な情報収集を常に行った上、従業員に対して防護措置の準備や屋外作業に対する指導を行うことを即た。 同年10月、マレーシアでも同国内の大気汚染指数、API 観測地点の約半数で API が不健康を示し、首都クアラルンプールを含む6地点では非常に不健康レベルに達した。これを受けて、同年10月5.619日、マレーシア政府はほぼ全ての公立学校を休校とした。同国最大規模のマラソン大会や、 地域の他の主要なスポーツ大会は参加者の健康を考慮して中止となった。また、マレーシア政府は今回の需要拡大に乗じてマスクの値段を釣り上げないように指導している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。